ただいまから地方創生およびデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに長谷川学君上山誠一君 藤井一弘君、太田房枝君、および上田勇君が委員を辞任され、その補欠として長谷川秀治君、越智之君、友野梨央君、小林和弘君、および新妻秀樹君が選任されました。また本日、長谷川秀治君が委員を辞任され、その補欠として碓井正一君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。地方創生及びデジタル社会のの形成等にに関関しての総合的な対策,対策受立に関する 招待のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、門前康二君のほか、14名を政府参考人として引き続けを求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。地方創生及び、デジタル社会の形成等に関しての総合的な対,対策充立に関する調査を議題として、議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次、ご発言願います。福島県福島み水はさん。はい。はい えー、立憲社民共同会派社民党の福島みずほです本日本会議で地方自治法の改正法案が審議利用しましたで、地方デジタルのこの特別委員会でもこの地方自治法の改正法案とても重要で私は問題ありと思っているので質問をさせていただきますまずそもそも立法事実ってあるんでしょうかどのような時代を想定した立法なんでしょうか、えー、船井市政総務大臣政務官 立法事実に関してのお尋ねでございましたけれども、あのダイヤモンド・プリンセス号の対応について、お話をさせていただきたいと思いますけれども、この時に委員も当時の様子をご記憶にあろうかと思いますが、入院を必要とされる患者の搬送、移送につきまして、都道府県の区域を超えた対応というものが必要になってございました。 困難な状況の中で関係者から協力いただきながら、国がその調整の役割を果たしてきております。当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整、あるいは入院患者の移送については、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題がございましたので、国が果たすべき役割を明確化するため、ため感染症法については、必要な改正が行われたというふうに承知をしてございます。 このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ、個別法の見直しというものが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において、想定されていない事態は生じ得るというものでございまして、そうした事態に備えておく必要がございます。このこののととが、本改正案の立法事実であると考えてございます。はい福島委員 はい、えー、2000年志向の地方分権改革で国が指示を出す場合は具体的に個別法を作りフォ的な指示はしないことになりましたそのことに明確に反しています1点のみをもってですね今の政務官の説明でまさに、えー 指示が、あの予想外のことが起きたということを理由に、閣議決定のみで国会の関与なく、指示ができるっていうのは、まさに日本国憲法が規定する地方自治の本質を踏みにじるものであり、2000年の地方文献改革に反するものではないですか総務省の大,閣大臣官房、三橋審議官、はいえー、補充的な指示についての,あのお尋ねでございますけれども。 あの私どもはの補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、また国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために、ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、必要な限度で行じされるものというふうに考えております。またその手続きにつきましては、あらかじめ地方団体に対しまして、資料、意見の提出の求めと、適切な措置を講ずるよう求めればならないと。 いいうふうふにしておるところでございます、えー、また各、各大臣が閣議決定を経るというふうにしている手続きを設けております、こうして限定的な要件、適正な手続きの下で行使されるものということでございますので、私ども、長文権改革のおお原則にのっとった措置、えー、規定として、えー、制度を構築するものでございます。はい、福島委員 いいいや全く間違っていると思います先ほど政務官は搬送できなかったことを理由に個別的支持があ政府が指示ができなかったことが問題だとおっしゃいました、それは調整すればいい、あるいは要望すればいい、あるいは自治体にそのことを始めればいいわけであって私は搬送はもちろん重要だけれどこれぐらいのこれぐらい言ったら悪いですがこれを理由に一般的指示まさに補充的指示政府がまさに 自治体に対して一般、指示ができるっていうふうにするのは、これからしょっちゅうじゃあ、こういうことが起きる可能性があるじゃないですか、迅速に法律を作るとか、あるいは現場で調整するとか可能であるのに、なんで地方自治の本州を踏みにしることをやるんですか宮審議官、はい、あの先ほど申しましたように、私ども、これはあの第33地方制度調査会の答申に基づきまして、この中でさまざまな議論をさせていただきました。 あ今あの、政務官がからご説明申し上げましたとおり、保健設置団体を行う入院調整、えー、入院患者の損について、えー 国が公的な挑戦役割にあうことは想定されてなかったという方がったことから、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法について必要な改正を行いたものと承知しております。このように過去の感染者災害の対応を踏まえまして、個別法の見直しは重ねておりますけれども、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じるものとなるというふうに考えております。そうした場合に備えて置く必要があるという形で、今回、ご答申をいただきまして、制度化をしたというものでございます。はい、福島委員 自治体と国は対等です、あなたと私は対等です、なぜ予想外のことが起きたとして、私に指示ができるんですか。えー、三橋審議官お答えいたします。 あの地方自治法はあの、えー、地方自治の本質に基づきまして、国と地方自治体の間の,あの基本法制を定め,定めております、えー。地方自治法の中で関与の法定主義、あるいは関与の基本原則のほか、一定のものについて、関与の一般的な根拠規定を設けております。その中で補充的な指示は、地方文献一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって規定しているものでございます、えーえー。地方自治法の基本的な考え方を変更するというものではございません。はい、串間委員 はいえこれはやはり地方文献、そして日本国憲法の地方自治の本旨を踏みにじるものだと思います、それはこの間のコロナや、さまざまな点において総括をきっちりやって、そしてどのような法律が必要か、個別法でやればいいことじゃないですか、なぜ問題にするのか、個別的なことではないんですよ、法律の根拠がないのに、個別法に基づいて指示をするのではないんですよ。 一般的に予定外のことで想定外のことで政府が指示をするしかもこれ国会の関与がありません閣議決定だけでやれるんですよ国会、何も意見言えないじゃないですか政府は間違うことだってあるそれのチェックができないんですよ。だからこれはあの本当 本当に問題で、えー、撤回すべき、あるいは成立させるべきではない法案だと思います。で、災害、感染症、武力攻撃事態、戦争、いろいろあると思いますが、えー、今日本会議で岸牧子さんが質問されました、戦争、有事、武力攻撃事態において、予想外のことがたくさん起きるかもしれません。その時に政府は自治体に対して、指示ができるということでしょうか。 江宮審議官本改正案の国民の生命、財産等を保護するために必要な的確、迅速な措置を行うという事態につきまして、どのように具体的な事態が該当するのかということにつきましては、特定の事態の累計を念頭に置いたものではございませんが、実際に報じた事態の規模や対応に照らしまして、その該当性が判断されるものでございます。その上で 本法案,の法案の補充的指示は、このような事態において、個別法の指示が行使できない場合に限って、行使されるものであるというふうに考えております。事態対処法で定められております、武力攻撃事態等への対応に対しましては、想定される事態につきまして、事態対処法制において必要な規定が設けられており、事態対処法制に基づき、対応する考えであるというふうに理解をしております。はい 福島委員理解できません、武力攻撃事態においては、武力攻撃事態法にきちっと法律があるから、新たな想定外のことは起きらず、指示はいらない、だけど感染症や災害については、それぞれ法律があり、災害対策基本法や災害救助法や、いろいろあって、何度も災害やインフルエンザ、感染症、経験しているのに、いや、まだ予想外のことが起きるっていう、その説明はないですよ。 武力攻撃事態が起きたときに、絶対に国は自治体に対して、今の法律が規定している以上の支持権行使しないと断言できますか。えー、宮審議官あのお、まあ、繰りり返しになりますけども 具体的にこの国民安全、重大な影響事態について、具体的にどのような事態が該当するかは、特定の事態の累計を念頭に置いたものではなくて、実際に生じた事態の規模や対応とにやらし、その該当性が判断されるものでございます。その上で本 法案の補充的な指示は、このような事態において、個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものでございます、事態対処法で定められております無力抗議事態等への対応につきましては、想定される事態につきまして、事態対処法制において、必要な規定が設けられておるところでございますので、事態対処法制において基づき対応,される対応する考えであるというふうに理解をしております、はい、福島委員。 有事戦争、武力攻撃事態において、絶対に国が支持権を行使しないということでよろしいんですね、イエスかノーかで答えてください。宮審議官えと具体的なの、どのような事態が該当するのかという点につきましては、特定の事態を。 類型を念頭に置いいたものででは根拠でございません、えー、実際に少女事態の規模や対応に対しまして、その該当性は判断されるというものでございます。えー、その上で、本件の保守的な指示につきましては、このような事態について、個別法の指示が行使できない場合に限って、行使されるものであるということでございます口前、はい、委員。答弁変わりましたよ、今までは武力攻撃事態については法律がすべて書いてあるので、指示をしないとおっしゃったんです。感染症やそれかから災害はなぜ指示ができる という含みというふうに答弁されてますよね。だから確認したんです。戦争、有事武力攻撃事態で指示を政府は自治体にしないということでよろしいんですね。宮城審議官、はい、あのあくまでもあの今回の補充的なあの指示はこのような事態において個別この指示が行使できない場合に限って行使されるものということでございます。えー、事態対象でまとえー、定められております武力攻撃事態、えー、等への対応につきましては。 想定さ事態につきまして、事、え、態、ー、対処方針において必要な規定が設けられておりまして、事態対処法制に基づき対応する、えー、考えであるというふうに理解をしております、本改正案に基づく補充的な指示を行使することは想定されていないものと理解をしております、はいはいえー、福島委員、はい。何度も何度も確認します。では、戦争、武力攻撃事態、有事になったときに、政府は自治体に対して指示をしないということでよろしいですね。 改めてお聞きします指示はしないということでよろしいですね。宮井審議官あの繰り返しになりますけれども、事態対処法制で、えーまま、今回の,あのおお国民の安全、重大事態、影響を止つ事態について、具体的にどのような事態が該当するかということにつきましては、特定の事態の累計を念頭に置いているものではございません。えー、事態にに実際に生じたあ事態の規模や累 対応に照らしまして、その該当性が判断されるというものでございます。その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において、個別法の指示が行使できない場合に限って行為されるというものでございます。事態対処法で定められている武力攻撃事態への対,象に対応に対しましては、想定される事態につきまして、事態対処法制において必要な規定が設けられており、事態対処法制に基づいて、対応するという考えであると理解しております。また、本改正案に基づく補充的な指示を行使することは、想定されていないものと理解をしております。 えー、福島委員、はいえー、想定されていない、つまり今日答弁で、武力攻撃事態、戦争、有事において、政府は自治体を支持をしないというふうに政府は答弁をされました、これは答あの支持をしないという答弁です、まあ、これは確定してますので、えー、確定というか、もし変更があったらですが、今日指示をしないとはっきりおっしゃったので、えー、未来、 英語ををしないいいものという,ふうに国会は理解をいたしますただ変ですよね、武力攻撃自体は十分だから支持はしない、でも感染症法や災害救助法は支持をするかもしれないっていう、それ分からないんですよ、政府と自治体は対等です、でも政府は私に、私自治体とすると、政府は私に支持をします、何の支持をするんですか。 それは想定外だから分かりませんと言われて、私ははい分かりましたとは言えないでしょう。対等だったら指示をするなですよ。個別法をなくして指示をするなというのが地方分権の考え方です。だからこの法律は根本的に間違っていると思います。で今回の法律案は緊急時において、えー 自民党日本国憲法改正草案は、緊急事態条項において、国は地方公共団体の長に対して指示ができるとしています。構図が地方公共団体に対して指示ができるっていう点で同じなんですが、これ、緊急事態条項との関係はありますか江宮審議官。 あのお尋ねはあの憲法改正の議論の中の緊急事態条項との関係ということだというふうにあの理解いたしますが、国会におきましては、憲法改正に関する議論として、緊急事態対応としての議員任期の延長や、国民の権利制限等を定めることができるとする、いわゆる緊急整理などの議論が行われていると承知をしております。他方本改正案はは個別法のののの規定では想定で想されない事態において国民の生命等の保護を的確迅速に実施するための 国と地方の関係等の特例を、長文系遺滑法で構築された基本原則の下、長寿施法に定めようとするものでございます。また、国民の権利を制限し、義務を課する措置など、法律の根拠を必要とする事務につきましては、これらの根拠がない場合には、指示をすることはできないものでございます。このため、緊急政令等の憲法改正に関する議論と関係するとのご指摘は当たらないというう考えております。福島委員 はい、当たらないということでした、ただ、えー、自民党日本国憲法改正草案の緊急事態条項は、国は地方公共団体の長に対して指示ができるとしています、そして今回の地方自治法改正法案、解、ま、約、あ、法案とあえて言わさせていただきますと、えー、政府は地方に対して、個別法によらず、えー、緊急あ、緊急も入ってないですね、国民の、えー、まさに、 えー、国民の安全に重大な影響を及ぼす次第における場合にですね、指示ができるってあるので、構造的には一緒です、だから同じように、やはり地方分権、地方自治の本主を踏みにじるという、えー、欠点があるというふうに考えます。えー、条の26の5 ですが各大臣の支持権発動は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがある場合に、重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、特に必要があると認めるときとの要件は極めて広く、かつ曖昧ですえ。このような規定では、国側は容易にこの事件、要件に当たると判断して、支持権を行使することができるのではないですか宮内審議官。 で先ほどの答弁と重なる部分あるかもしれませんがあの、災害対策基本法、この補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、対応等を勘案し、特に必要があると認め,認めるときに、国民の生命等の保護を的確迅速に実施するために、講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、必要な限度で行使されるものとしております。またその手続きにつきましては、あらかじめ超公共団体に対しまして、資料、意見の意見提出の求め等の適切な措置を講じるよう努め,努めなきゃな,ない。 いう,ふうにししてておりましてまた各大臣が閣議決定をることとしておりますこうした限定的な要件、また適正な手続きの下で行為されるものでございまして、えー、国側はあこ容易にこの要件に当たると判断して、指示権を行使することできるとのご指摘は当たらないものというふうに考えております、はい、福島委員、はい。緊急性がある場合のみ、個別法で定める規定だったのが、えー、今回の法案では緊急の必要という文言はありません、要件を緩めています、なぜですか。えー、宮城審議官、はい え災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法では大規模な災害や感染症の蔓延から国民の生命等を保護するという立法趣旨から的確か,的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときという要件を規定しているというふうに認識をしておりますえー、本改正案の補充的な指示につきましては大規模な災害や感染症の蔓延とその,他その被害の程度において類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための さまざまな国民の生命との保護の措置の実施を確保するものでありますことから、同様に緊急にという要件ではなく、措置の的確,的確かつ迅速な実施を確保するため、特に必要があるときと認めるときという要件とする必要があると考えております。はい 東日本大震災のときには、各自治体はむしろ自分たちに権限をくれと言いました、国に権限がない、指示がないから困ったとっいう話は一切聞いておりません。え支持権についてては否定的です、えー、そして 当時、議員立法、保を含め、立法、国会は精力的に行いました。緊急であれば、というか必要があれば、国会はそれは作ると思います。こういう形で政府が勝手に、勝手にというかですね、閣議決定だけで支持権行使することは問題だと考えます。えー、これは国会の報告はありますが、そもそも国会への事前承認は、 緊急性に支障があるとしてなぜかここでは緊急性が出てきてますが国会の事前承認は緊急性に支障があるとして国会の関与を認めておりません問題ではないですかえ村瀬総務大臣政務官お答えいたしますえ国会の事前承認を法律で義務付けをすることにつきましては地方制度調査会の審議におきまして既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して 義務づけることとはされていない自治体への個別の権限行使の都度義務付けすることは、まあ、機動性に欠けるのではないかといった議論がされていることを踏まえまして答申には盛り込まれなかったものと承知をしてございますこれを踏まえまして本改正案におきましては国会の事前承認の規定を設けてございませんなお衆議院における修正により 国会報告が盛り込まれておりまして、まあ、これは国会における適切な検証と、個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことを目,、えー、目指しているというふうに承知をしております。はい、岸間委員 政府が自治体に指示をするのに、緊急性は要件としていません、なのになのな、それなのにもかかわらず、国会へは緊急性が必要だからと、国会の承認を要求してないんですよ、これは問題ではないですか、何でもかんでも閣議決定でやれると思ったら大間違いだ、しかも、個別法でやるべきことを、個別法も作らずに勝手に指示ができる、しかも今、予測できないんですよ、何を指示するんですか、それは想定外ですから答えられません。 一切わからないんですよ私たちは白紙認するんですよ白紙認することになっちゃうわけです国会の承認がなく閣議決定で何でもできるってすることはあのこの法律の欠陥であり大問題だと思います、えー、そして、えー 3項は、市町村に対する指示は都道府県知事、その他の都道府県の執行機関を通じてすることができると規定しています。この条項により、文科大臣は都道府県知事を介することなく、都道府県教育委員会を通じて、小中学校を所管する市町村に休校の指示をすることができることになります。しかししか地方自治法は国のの行政組織が分担管理原則を採用しているのと異なり 都道府県知事に総合調整権、地方自治法138-3、180-4などを認めており、文科大臣が知事を介さず、都道府県教育委員会に直接指示をすることは、地方自治法の行政組織原理と矛盾するばかりか、それを壊すものではないでしょうか。大臣から首長以外の執行機関に直接関与することは、地方自治の基本原則を侵害すると思いますが、いかがですか。宮地審議官。 答えいたします。補充的な指示につきましては、地方制度調査会の投資を踏まえまして、さまざまな事態に迅速かつ柔軟に対応できるよう、国の勝訴に対する指示は直接行うことができるとともに、都道府県を経由して行うことも可能としております。その際には、委員ご指摘のと委員がご質問のありますとおり、都道府県地位その他の執行機関を通じてすることができるとしておりますが、 これは当該市町村の事務処理の実態を最もよく把握しうる立場にある都道府県の執行機関を経由することができるようにしたものでございます。例えば、現在の地方自治法におきましても、国が市町村の教育委員会の担任する事務について是正の要求や指示を行う場合には、文部科学大,大臣が都道府県教育委員会に対しまして、これらを行うよう指示すること,ことができるものとされております。えなお都道府県知事の総合調整権は 都道府県全体として均衡を保持するために、町に内部管理事務を合理化することができるように、組織、事務局等に属する職員の定数、または職員の身分を取り扱い、予算の執行、財産管理等の財務に関し、付与されているものでございまして、各執行機関たる委員会の権限の内容まで立ち入るものでないと返されていることから、補充的な指示を都道府県知事を介さずに、 都道府県教育委員会を経由して行うことが地方自治法の都道府県知事の総合調整権に矛盾するものとは考えていないということでございます。え福島委員。はい。都道府県知事を介さずに教育委員会に直接言えるとかですね。あるいは市町村に都道府県を通じずにやることができるようになるとか、極めて地方自治の点から問題だと思います。地方公共団体との意見交換、地方六団体の協議なんですが、これまさに令和六年一月二十六日曜日二。 月5日に地方6団体に対して情報提供を行っていますとえ事務所に回答いただきましたしかし情報提供は意見交換協議とは異なります今様々な首長や地方自治体まあ、地方議員の人たちからもそうですこの法案に対して疑義が出たり反対などの意見書も出ていますそれを国はしっかり考えるべきではないでしょうかまさに、えー 例えば災害や感染症前の場合国には支持する能力がないと思います情報が直ちに入り的確な対応ができるのは現地に近い市町村であり国は予算人 物でバックアップする役割を果たすべきではないかと思います首長は現場で被災者に対応する必要があり見直すべきは国の権限を強化するのではなく国による予算を含めた柔軟なサポート体制の構築だと考えますえ地方自治の本心を踏みにじるこのような地方自治の改悪法案極めて問題ですえ今後もぜひ質問を続けたいと思いますしあ本当に対等なのになぜ想定外といって 一指示ができるのか全く理解できません今日え武力攻撃事態有事戦争の時には指示をしないとおっしゃったのでえそれは守られるようにで、他のところも何かいろいろなことを考えて必要な法律改正は個別法でしっかりやるべきだということを申し上げますえ次に沖縄南西諸島における避難についてお聞きをいたします武力攻撃予測事態における南西諸島の人たち十二万人これは六日間 降る 6, 6日間で船、飛行機でまさに避難をするというふうにしています、まあ、石垣、都を中心ですが、しかし、奄美大島や他のところ入ってないですね、それから沖縄本島、120万、140万とも言われますが、この人たちは当該避難はありません、一方は当該避難、一方は当該避難が一切ない、これは人口の差ですか。 内閣官房門前内閣審議官お答えいたします現在の先島諸島の住民避難の検討は先島御市町村の意向などを踏まえ沖縄県において検討が開始されたものでございます国といたしましても離島避難の困難性に鑑み万が一の際に住民の避難をできるだけ早く実施するためには平素から関係機関が連携して必要な検討を進めることが重要と認識しており 沖縄県とも協議をし、沖縄県の検討に参加することといたしました。先島諸島は、沖縄本島や本土から遠距離にある離島であり、輸送手段の確保など、避難の困難性が高いと考えられることから、沖縄県、先島市町村と協議をし、まずは先島諸島の避難について検討することとなったものであります。沖縄県におきましても まずは先島諸島の避難について検討し、その成果を踏まえて、沖縄本島を含む沖縄県全体の避難の在り方を検討していく必要があると認識しておられると承知をしておりまして、今後の進め方については、沖縄県とよく相談したいと考えております。福島委員 はい、この避難はよく理解がでできないんです沖縄本島120万から観光客入れれば140万ぐらいかもしれないそしてかつれんに、えー、地対艦ミサイルが搬入されるなどさまざま進んでいます先島だけが問題ではないしかも奄美大島それから馬毛島屋久島種子島全部行きましたけれどもまさに馬毛島は軍事要塞化が進められ種子島に えー、もうあの自衛隊があの隊員が住むとかですね軍事要塞化も進んでますし、えー、進んでいますだから理解ができないんですよなぜ先島の一部だけの避難なのか沖縄本島だって戦火にまみれることは望みませんがまさに 地帯艦ミサイルだってもう搬入されている、えー、これ私はですね人口の差じゃないかって実は思っています。というのは、えー、6日間で飛行機か船でやる飛行機は民間機を動員して57機、103便です、ですから10倍の人口でやるとすると、日本全国から570機、600機ぐらい民間機を、えー、ひっぺがして連れてこないといけないんですね。それは実際はできない からこういう,ふうに小規模で試験、えー、やっているというか、避難がこのように一部でしかやってないんじゃないかと思います、実は何が言いたいか、えー、水戸地裁は、えー、東海第二原発に関して、30キロ圏内の100万人に関する避難計画ができていない、あるいはできないことを理由に、東海第二原発の、えー、稼働を認めませんでした、原発の避難についていつも思いますが、避難ができないんです。 同じように、この戦争になった時の避難っていうのはできないというふうに思っています。では、先島諸島から6日間かけて全部でですね船か飛行機でえ移動すると、その時に武力攻撃自体になったらどうするんですか、武力攻撃予測自体で避難を始める、武力攻撃自体になったら、もうそれは戦争ですから、民間機で動くなんてことはできません。途中で武力攻撃 事態になったらどうするんですか門前内閣審議官お答えいたします避難中の安全の確保は極めて重要であり国民保護法第22条におきましては国は指定公共機関等が実施する国民保護措置について安全の確保に配慮しなければならないこととされておりますまた国民保護基本指針におきましては海上保安庁が船舶及び航空機による 巡視警戒を行い、海上における安全の確保に努めるものとされております。ご質問の避難の途中に武力攻撃事態に認定された場合には、万が一にも航行中の船舶等に危険が及ぶことがないよう、安全の確保に十分に配慮することとなります。具体的には、国から武力攻撃の状況、その他必要な情報の提供を行うほか、緊急時の連絡および応援の体制を確立する 等でございますいずれにいたしましても、少なくとも我が国に対する武力攻撃が予測される事態と評価される状況であれば、速やかに武力攻撃予測自体を認定し、避難を迅速に実施することが重要であると認識しております、はい、しかし、全部でフルで6日間かけるんですよ。対馬丸 記念館、津島丸は戦時中ですが初海戦が撃沈されて、たくさんの子供が亡くなってしまうということを沖縄の人たちは経験をしているので、まさに、えー、じゃあ船で6日間全部でまあ、2日かもしれませんが、かけてですね船や飛行機で行くって言われても大丈夫かと内閣府にお聞きします。えー、せ2022年12月24日琉球新報沖縄タイムズにアメリカの作戦が載りました、えー。まさに島々を転戦しながら撃って 逃げ打って逃げ打って逃げ極めて少人数で転戦をしていくというものですえ立ち止まっていたら撃たれますから打って逃げ打って逃げ打って逃げってやるわけですねそれを見た沖縄の人たちはまた自分たちの島が自分たちのところが戦場になるとここが戦場になるとすざまじい危機感を持っていますですから えー、ちょっと冒頭の質問に戻るんですが、えー、都・石垣を中心に12万人だけの避難って言えるんだろうか、いや、南西諸島、沖縄本島も戦火にまみれるっていう、これは米軍の作戦じゃないですか、門前内閣審議官。 繰り返しのご答弁になって恐縮でございますけれども、沖縄県におきましては、まずは先島諸島の避難について検討し、その成果も踏まえて、沖縄本島を含む県全体の避難の在り方を検討していく必要があると認識されておられると承知をしておりまして、今後の進め方については、沖縄県とよく相談したいと考えております。ななお沖縄本島につきましてはは避難は必要なく 屋内避難で足りると結論付けたものではございませんで、訓練上の検討事項として、まずは沖縄本島や本土から遠距離にある先島諸島からの広域避難について検討することとしたものでございます久、はい、島委員。は宮、い、古、えー、石垣からでは57機、103便を動かすわけですね、民間機だけで,で、沖縄本島はこの10倍以上いると、飛行機、船の調達だってできないですよ、実は避難はできない。 というふうに思います。で、例えばあの避難地の家畜の問題です。えー、夜中国もどこも牛を飼ってる、ヤギ飼ってる、えー、そして豚を飼っている。避難ってなると夜中国などだと、えー、手,手回りに荷物1個持って飛行機に乗れというのが避難です。牛どうするんですか。えー、農林水産省大臣官房関村審議官、お答えします。 令和5年度に行われました沖縄県国民保護訓練の際に一部の自治体において住民と円滑な避難のために家畜の扱いを議論する中で現実的に家畜を当該に避難させることは難しい放牧してはどうかとの意見が寄せられたと承知しております。今後避難要領を具体化するにあたってこのような意向を尊重しながら水や草があり囲いのある場所を事前に選定し そこへの家畜への家畜の輸送手順をあらかじめ明らかにすると、自治体の状況に応じまして、検討を進める必要があると考えております。このため、令和6年の訓練においては、各自治体の求めに応じて、過去の災害対応の経験も踏まえつつ、農林水産省として、技術的助言をしてまいります。福島委員 牛、豚、ヤギどうするのか東日本大震災で福島で牛を飼ってた人たちは原発震災で牛を置いていかなくちゃいけなくてもう本当に身を切るような思いで、えー、要するに牛を置いていかなくちゃいけなかったわけですね今ので水があるところに避難あのちょっと置いてたけれど結局、連れていけないわけですよ。 戦場にななるるかもしれない人間は避難するでも牛豚ヤギというか飼っていたとしてもそれは放置して、まあ、放置じゃないけれどもまあ行かなくちゃいけないとそれは大変ですよものすごく大変ですよ荷物1個持って飛行機に乗れと言われる与那国の人たちは自衛隊がいろんな人いらっしゃいますが自衛隊が来る守ってくれるかもしれない島を。でも次次ににミサイルがやってきたじゃあ次に えー、アメリカとの合同訓練で戦車が武装して行動を走るそしてついに飛行機に乗って荷物1個で避難しろと言われるなんで私の島がなんで私のこの地域が私のふるさとが全部捨ててこの島を出ていかなくちゃいけないのか納得できない嫌だこの島で生きていきたいそんな声も本当に聞きますよどうですか、えー、関村支議官お答えします 繰り返しになりますがあそれぞれの自治体の状況に応じまして今後避難要領を具体化するにあたってですね、しっかり検討していくことになるかと思いますそこの中で農水省の方としまして技術的な上限に努めてまいりたいと考えておりますはい、福島委員はい、養豚はあの避難せよと言われて避難して二度と戻れない二度と戻れないわけですよだから あなたは避難せよと言われ、すべてを捨てて、すべてを捨てて避難しなくちゃいけない、荷物1個持って避難せよと言われたときに、私はアメリカの、えー、日系アメリカ人強制収容所に行くときに、荷物1個だけしか許されなくて、日系人の人たちが本当に列を作って強制収容所に収容された写真やいろんなのを本当に思い出します。あなたは荷物1個持って、えー、避難しろ と言われてですねどんな思いがするか捨てていかないといけないんですよしかも自分の島が戦場になる沖縄は戦場になったところですだから使われるかあるいは捨てられるかスパイとして殺されるか邪魔として追いやられるか石垣島にマラリア感っていうのがあります、えー、住民は、えー まあ、邪魔というかですね食料の問題などもあるのでマラリアハラ、ハテルマなどマラリアが、まあ、その時蔓延したところに避難せよと追いやられてしまったのでむしろマラリアでででみんんんな死んでいくんですよねだからまた同じことが起きるとえ自分たちの命は考えられてない戦場になるそして追いやられる邪魔だ。 ということを思ってますよ。これは本当にひどいと思います。で、避難民の受け入れ先ですが、先日九州に対してえ何、ー、県？何県？何県っていうのがあります。例えば、あの八千代熊本に行ったときにえー。現在はこれその？ まあ、安全な九州に避難するでも九州も安全かと湯布院からは長距離ミサイルを飛ばせるようにするし、えー、築地の基地も米軍来るし鹿屋基地もあるニュータバルがある、えー、霧島もあるえび、ー、の高原とかってそういう状況ですそんな中で安全な九州に移動するいや九州安全ですかというふうに思うんですがこの1ヶ月ですよね今受け入れるのが八代などもこれ1ヶ月で足りるんですか 門前内閣審議官。今回、先島御市町村からの避難先として、九州、山口各県を想定をさせていただきましたけれども、あくまで訓練上の想定として、検討していただいているものでございます。今回受け入れ先にあの検討要請を行いましたのは 令和6年度におきまして、今ご指摘ございました、避難当初の約1ヶ月間において必要となる事項について検討して、その初期的な計画を作ってくださいということをお願いをさせていただいたところでございます。ご指摘の1ヶ月を超えるような避難が長期にわたった場合の検討につきましては、令和7年度以降に検討することとさせていただいております。はい、福島委員 はい1ヶ月なんですよねでも1ヶ月で済むとは本当に思えませんし1ヶ月というのがどうなのかと思いますで、今日は外務省に来ていただきました私は今日質問したかったのはやっぱり現地やいろんなあのもう激変していく南西諸島と沖縄を見ていてここが戦場になるそして荷物1個持って避難せよと言われる本当にそれ可能なのか。 どうなのか、誰も避難なんか、誰もっていうか、ですね安全な避難をちゃんとやらせてくれではないんです、私が言いたいことは、避難なんて本当にできない、そして戦場になることなど望まない、だから避難ではなくて、まさに平和構築、平和外交、戦争を避けることが政治がやるべきことだと思います、それについて外務省の決意をお聞かせください。外務省大臣官官房松尾サイバーセキュリティ情報参事 はい、えー、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれる中法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化することの重要性がより一層高まっておりますこうした中安保三文書にも明記されている通りまず優先されるべきは積極的な外交の展開であります世界のどの地域であれ力による一方的な現状変更や核兵器による威嚇使用は断固として許されないとの観点から多層的 多面的な外交を各国各レベルとの間でしっかりと展開してまいります同時に外交には裏付けとなるための防衛力が必要でございます外交力防衛力を含む総合的な国力を最大限活用しつつ力強い外交を展開し危機を未然に防ぎ平和で安定した国際環境を能動的に創出してまいりますはい、福島委員、はい、時間ですので終わりますありがとうございました